ねえ、まさかのすっぽ抜け。は？なんかおかしいぞ。A few minutes later. あ、カラスが来た。It's hours later. See next morning. Several months later. 75 years later. 2000 years later. ゲージの巨漢、破滅トーテム位置確認。キラーさんがここに来たってことはこの辺りのトーテムが破滅トーテム。この辺りにトーテムが見えたんだけどなぁ。破滅トーテム派遣。こなくそ。やつは絶対にここへ来る。今のは窓は聞こえそうなムーブだったかも。でも真っ向勝負はラグ負けするのでギリギリまで待つとキャッチされるからな。多分初心者キラーさんかな？ネアが犠牲になっている間に破滅トーテム破壊。
にゃー、君のことは忘れない。君のおかげで破滅トーテムが破壊できた。あやダメだわ。多分お前のせいで破滅が壊されたんだ。絶対許さないぞ状態だわ。あれは格殺キャンプコースだわ。破滅トーテムの位置ばかりチェックしていたから発電機の位置がわからず迷子中。わら。この状況でキャンプしているってことはノーワンの保険があるはず。余裕のキャンプ。やっぱりノーワンの匂いがする。やっぱりすぐに戻ってくる。これは保険がある時の動きだ。やっぱりノーワンがあったわ。くっそ。こっちのトーテムも違うとなると、下の階のトーテムを壊すのは厳しいぞ。しかもトーテム付近に逃げてくれたおかげであれはもう無理だわ。トーテム全部破壊しておけばよかった。
しまった。逆に倒してしもた。もう、まさかのすっぽ抜け。は？なんかおかしいぞ。ロッカーに入ったら突然一人称視点になったんだけど。むしろこっちの方が臨場感があってよくね。DVD のオープニングムービーみたいに一人称視点で外がちょっと見える感じだったら、雰囲気出るのにな。でも内側からは何も見えないから外の様子が見えない。あ、カラスが来た。多分初心者キラーさんだから、カラスが来たら真っ向勝負が無効になることを、知らないからずっとロッカー前で待っているんだろうな。Thank you.